ーコゼです。今日はこの和室をおしゃれな書斎にしたいと思いまして、まずこの押し入れにこちらのホームセンターで話題の商品リアウォールを使って押し入れに簡単本棚を作りたいと思います。よかったら最後までご覧ください。まず押し入れはいつも通り男らしくぶち抜きました。こっちの前はシックイを塗って、この横は白のペンキを塗ってみました。下はフロアマットを敷きました。今回はホームセンターで売ってる市販の 2x4 材を天井よりも 4.5 ミリ短く切ってもらいました。ほんでからこのバネがついてる方が上になります。でバネがついてない方が下になるので、まず上をはめていきます。で下は何もバネがついてないのをはめていきます。もしぐらつきが大きい場合はこちらを下にはめていくみたいです。しながら上に押しながらはめていくのですが、突っ張り稽古みたいになってしまいました。作りたい本棚の大きさにもう片方もはめていきます。今回はこのすのこの大きさに合わせました。ディアウォール本棚ができました。この下のすのこのスペースにはこういう感じで100均のやつ買ってきて、こうやってつけて雑誌を収納できるようにしてもいいかなと思ってます。あとなんか小物とかぶら下げたりしても可愛いかなと思います。めっちゃいい感じ。この上にちっちゃめの文庫本を入れて、下にはちょっと大きめの雑誌とかそういうのを収納できます。でこう来てこう来てじゃん、ここに IKEA のテーブルでいろりテーブルを作ろうと思ったら失敗してしまったので、それをこんな感じで貼って再利用しました。本を読めるスペースにしました。見えにくいけど本柄の壁紙も買ってるので、完成部屋が楽しみな方チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっといいやん中山さつき台ちょっと見てみたいなと思った方は、同日祝の朝10時から5時まで中山さつき台団地の現地案内所にてモデルルーム公開中です。ぜひぜひ皆さんお越しください。